はいどうもー、ワドツです。今日はね、2018年、えー、11月の25日、えー、夜中の3時です。よろしくお願いします。ステゴロ3についてちょっと話しましょうか。えーとね、ステゴロ3、まあ、踊る弁叙太郎さんっていう人がね、あの、配信者、インターネット配信者の、あの、まあ格闘技イベントをやっていて、2回出てるんですよ。年に1回あるんですけれども。で、そこで、 あの年に1回あるイベントで2回とも出て2回負けてるんですよ。で最後3年目に入って「ステゴロスリー」っていうその企画があってそこのオファーがあったんですけれども「ちょっとやってみない?」っていう「弱いけど」っていうねでまあほらスポーツとかやったこともなかったし格闘技とかの経験もなくてでちょっと一生懸命自分なりにやってみたんで結果が出なくてでちょっと。 っとどうなんだろうなななんんんだだろてて思るよ考えちゃってる部分があってでどうしとこうかなーなんて思いながらまあ、枠を開きましたね一応今月までに答えを出してくれたらまあ、大丈夫だから待ってるとは言われてるんでベジドさんにはあのちょっとそろそろ考えないとなーなんて思ってるんですようん結構大変なんだよね 結構大変なんですよ結構、まあ、格闘技やったことある人だったらわかると思うんだけどさあの痛いしね痛いの嫌いだからさまあ出たくないっていう出たくないわけでもないしなんかこう迷ってますね正直、うん、どうするのがいいのかなーなんて思ってますねどううするのがいいんだろうね。 手頃3まあ、ちょっとリスナーさんに相談しようかななんて思ってて、うん、なんかワン太郎とかもさ「え出る出るんだと思ってた?」とか言って「うん、出ようよ」とは言ってくれたんだけどどうなんだろうね。 アウトロー関係の配信者も出るんでしょうあっ分かんないあの他の人のブッキングについては全然聞いてない俺はあの出ないかっていうオファーだ,だねうんあの3回1に負けちゃったけどまあうまくなってるし正直勝って終わってもらいたいっていうふうに弁護士さんには言ってもらえて、うん、勝ちで終わりにしようよって誘ってもらえてうん本当はね集客力とかもないから俺はそんなに チケットとかもあの売れるわけじゃないんだけどちょっとねやっぱりねどうなんだろうと思って何 <laughs> だっけな誰かが言ってたんだよな「あのワンステゴロ1と2の負けはあのなんだプロローグだよ」って言ってくれるリスナーさんがいて「<laughs> 3の序章だよ」って言ってくれて <laughs> まあね最後「終わりよければ全てよし」って言うしね 最後勝ったらね、気持ちよく格闘技ねもうやらなくていい思い出で終わることになるんだろうけどどうなんだろうな難しいとこだよねそこはね。どうなんだろう。 結構ねあのカードも厚くなってきてるみたいで発表とかももうそろそろいろいろ会場とか、えー、と対戦相手とかどんどんカードが発表されていくと思うんだよね結構ねあの強い選手と強い選手がぶつかるらしいよあとなんかまあ名前が挙がってる人とかだとプロとかも出るんじゃないかっていう噂でプロ格闘家が出てね素人が出たら怪我するから危ないと思うんだけどすごいよねそこはね だん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 ね地下格の選手が出たりとかね辰彦とかねあの何だろうインターハイボクシングのインターハイ出た人とか結構いろんな人が出てるから格闘技自体のレベルは上がってるんだけどさ何を求めてるかだよねリスナーさんが。俺は何だろうほん本当にバッチバチに殴り合って別にスポーツを見るわけじゃないからなんかそう配信者同士の因縁の対決みたいなものが見れたら面白いんじゃないかなっていうのが多分そういう。 部分なんだろうなっていうふうには思うんだけどどうなんだろうねなんか噂によるとねあの結構因縁のツイキャス同士で沸かせてる二人がぶつかるんじゃないかっていう噂だよね噂だと。 アウトロー関係の配信者誰だろうアウトロー配信って誰がいる誰かいるかなアウトロー配信の人って今まで出たかな今まで出てないよねアウトローの人どうなんだろうねおいみどりまるさんこんばんはよろしくどうなんだろうな 嘘。鶴のシン出るの？マジで？あいはどつマチルダいらっしゃい。えー、鶴のシンは熱いでしょう。佐ノーバーサス鶴のシーン？インヌさんどうもどうも。できる限り捨て頃も行きます。マジですか？マジですか？へえー、鶴のシンは結構盛り上がるかもしれないね。絶対負けらんないでしょう。ねえ、メンツ潰れちゃうもんね。 一応ね、なんかこう気合入ってる系だもんね、ゴリゴリのね、気合が入ってる、こう、配信者だもんね。ああ、そう。いや、でも、話題性はあるでしょう。面白いでしょ、絶対。いいね、いいね。鶴の神は会いたいかな。俺は一回も会ったことないんだよね。実は昔から知り合いで、配信をお互い見てたし。 鶴の会,会ったことないから会ってみたいなへえー、い,い,じゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん暑くなってきたねへえー、まあ出たい人増えたよねなんか昔はブッキング決まるか決まらないかっていう焦りがさ伝書太郎さんの中にもあったはずなんだけどなんか最近はねなんか 捨て頃もね数字が取れるっていうのとさ倍面になるっていうのとね登竜門的な部分になってきたよねいいイベントだもんねいい傾向だわねできれば捨て頃出てさ知名度上げてさあのー、有名になった方が配信面白いもんね人が見に来てくれてなんぼだもんねやっぱり配信は などうすっかな捨ちゃん難しいよな。 なんか噂だと1に出たセブンさんも出るとか出ないとかなんかそんな噂は聞いたけどな出るんじゃねえか出ないんじゃねえかみたいなどうなんだろうねセブンさん結構強いもんな空手やってたんだよねもともとローキックがえぐい強いらしいよローキックが。 なんか蹴られなんか冗談で蹴られたことある人っているらしいんだけどももに「立てない」って言われてたセブンさんねまた見たいよね空手空手スタイル」。 最近さあ写真をよりく撮りに行くんだけどさヒートテックとか買った方がいいのかなもう寒くて寒くてさ2時間ぐらい夜写真撮ってるってさ2時間ぐらいね夜写真撮ってるって大変なんだよね、うん、寒さでねおじさんだからもう冷え性で今日さすがに風邪ひくと思ったから銭湯行ったよね アウトサイダーの吉永さんが出るとか出ないとか。へえ、すご。なんで、でも、配信やってないのに配信者格闘技祭って、ちょっとな,なんでなんだろうね。そこがよくわかんねえな。配信やってない人も出るっていうのは、コンセプト的にいいのかな。そこってなんか、リスナーさん的にはどうなの、うん、まあまあ。 アウトサイダーとか格闘技好きな人が広がるかそういう人が配信会に来るからまあまあいいいい流れかそこには何かがあるへえ何かがあるんだ何アウトサイダーの方に配信者が出るとか <laughs> 絶対勝てないでしょ絶対勝てないでしょガチで格闘技やってる系の配信者じゃないと無理だよ ままあまあでもなんか裏があるんだろうね弁叙さんのことだからだってもうアウトサイダーに出てるのってもうんで半分プロじゃん本業でないにしろもうほぼ半分プロだからね原田さんに勝ったら100万円は捨て頃でやるって言ってなかったっけなんかだいぶ前の枠だからあの分かんないけど「おいショルリンはどつーお疲れショルリンいつもありがとね」 あ,ありがとうタロッさんセブンさんが相手もありがとねセブンさんがみやにローキックしたら誰やびが中に舞ってみや弱いって言ってました <laughs> まあまあまあローキックはまともに受けたら立てないよ一発でダメになるよ一発であのちゃんと格闘技やってる人を受けるよ一発でっていうかさ俺ささっき銭湯に行った時さ足立光の「タッチ」読んだんだけどめちゃくちゃ面白いな。 タッチはね前回あのアニメとかの動画かじって見てるんだけど足立光の作品いいなあ、うん、優勝候補は吉さんうん杖3本あったら勝てるかもしんないねユキ <laughs> さんいらっしゃい、うん、まあ、酒飲んだらねディスをさせたら最強クラスの一角なんだけど格闘技はちょっとね無理でしょまともに歩くことが無理だから <laughs> 水軒<拳>と <laughs> 吉さんはねあの口喧嘩格闘技はね最強候補の一人なんだよそれこそね石川紀之さんとね渡り合ったいやあれ面白かったねあの石川紀之さん MC なんだけど統合フェスでねあの弁所太郎さんが炎上したことについてこうみんなを回してたのでそしたらちなみに紀之さん MC の紀之さんも配信者なんであるんですかっていうふりに対してうーん壁に人を壁にめり込ませたことがありますって言ってすげえ爆笑してたよ 爆笑取ってたよ <laughs>。うん。<laughs> 森丼だよね、森丼。まあ、返上したよね。あれはね、すごかったもんね。うん、包丁握ると落ち着く。よっさん VS うな。いや、うな VS だったら、まあ、俺は結ガさんかうなだったら、結ガさんか、鶴の進。<laughs> あと誰いるだろう。よっさん、え、じゃうなって。 チャンマンとやって面白いの誰だろうな鮫島さんとか鮫島さん v s ウナユイ賀さん VSUNA っていうかウナ敵が多すぎる u ウナの首を狙ってるやつなんかもう世の中に腐るほどいるから、まあ n a はワンマンで人埋まるでしょう1試合で多分300人埋まると思うよ俺見に行くもん100%金払って見に行くね正直1万5000円までなら払うね <laughs> それくらいのあのバリューはあるでしょう。あ、まあまあ、まあ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  <laughs> まあ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 もうだから敵が多すぎてよっさんバーサスウナだとね。うんうん、この間よっさんとサメ島相撲勝負とってサメ島えマジで。あでもねサメ島さんねあのガリガリなんだけど身体能力高いなっていうのを思った。あのねえっ、ー、と。 本当にガリガリリなんだよだけどボクシングスパーリングしたことあるのとあとねえっ、ー、とサバゲー一切息上がらないのあの運動神経いいんだと思うよ多分だからあの軽量級でもしボクシングルールでやったら多分相当強いと思うよ、うん、意外とね運動神経いいんだよまあもともとヤンキーだからね多分喧嘩もしてたんだろうし どうなんだろうなステゴロスリーもうそろそろ決めないとなどうなんだろう 悔いがないと言ったら嘘になるよね。悔いがないと言ったら嘘になるよね。だ悔いが深くなる可能性があるんだよね。<laughs> もうただでさえ悔いが深く深く下がって、多分ねトラウマに変わる可能性があるんだよ。ゲストにボブサップは盛り上がらなくないか。なんでゲストにボブサップの いや盛り上がんないでしょ別に配信見てるそうってボブ・サップが来てうおーとかなるタイプじゃないと思うけどな <laughs> どんなドラマも最終回は欲しいなあ。にらめっこ対決ボブ・サップと <laughs> あれだよね七変化ボブ・サップめっちゃ面白かったよねあの松本人志のさ あのなんだっけあの番組「ガキツカ」か「ガキツカの四辺原」っていう企画があるんだけどボブ・サップが出た回がめっちゃ盛り上がってあれすげえ面白かったまた飲んでモーターやったんだっけなまた飲んでモーターつって、うん、最近テレビ見てないな、うん、全然テレビ見てない 昨日またのんちゃんに俺は浮気を疑われたんだよ <laughs>。また疑われたんだのんちゃん浮気してないよ。うん、<laughs> すごいよね。付き合ってもう2年経つんだけど、ずっと浮気を疑われてますよ、僕は。うんうん、残念ですよ。そろそろ信用してもらいたいな。 体重が7 3キロだから相当半年間何にも運動してないかんな体自体は絞りたいなダイエットしないとダイエット たな小腹空いたなツイッターのあのー、画像編集やってたらすげえ疲れちゃった久々にフォトショップ起動したよフォトショップあの「ジョジョ」の奇妙な冒険風にねジャケットを作ってみたんだよな便所太郎さんとさ紀之さんがジョジョ立ちしたからさ なんか写真そのまま叙情立ちしてもなんか面白くないなとか思ったからあのコミックス風に編集してみたよ編集っていうかあの編集で合ってるかジャンプコミックス風にちょっとあの荒木先生風に編集してたら3時間も経ってたよスタンドがね便所太郎さんでね あの主人公が紀之さんっていう設定なんだよねのんちゃんにねあの手伝ってもらったもんあの色をどうすればいいかって「もうちょっと黄色もうちょっと黄色明るく」とか「<laughs> 紫はこうやってやるんだよ、うん」もうちょっとピンク入れてはどうさん」とか言ってやっぱあれだよね芸大に出てるからさあ芸大じゃない美術大学出てるからさ美大卒だから。 あーやっぱ色彩感覚すごいんだなーって思ったちゃんとねジョジョのカラーにしてくれたからね全然わかんない色とか赤と黒と白しかわかんないから赤黒白 いびきいてるもしよかったら一生懸命作ったから見てみてみんなツイッターお腹すいた。 今日撮った写真タイムラプスにしたかったなもう寝ないとな明日も予定あるしタイムラプス撮って雲の動きがめちゃくちゃかっこいいの撮れたよめっちゃくちゃかっこいい映画撮れた今日はあの撮りたかった映画ねあの雲がブワーって動いていくタイムラプス撮りたかったんだけどなかなかかっこいいの撮れたよ寒かったけど タイムラプスにドハマリしてるよどんどん他の技法も覚えていきたいなかっこいい映像どんどん覚えたい新しいの覚えて映像もうまくなりたいな あとあれかあさって静岡あまあ日付変わったから明日か明日静岡行って結構バタバタしてんな静岡ねちょっとねなんかプラーっと回ろうかなーなんて思ってんだよね1泊か2泊しようかなーなんてまあそのままね電車で伊豆とかに寄ってもいいしで温泉街でプラーっとあそうそう今日ねゲームセンター行ったんだけど俺ゲームセンター生まれて初めてハマったんだよ メダルゲームめっちゃ面白いねあのー、コインをさ入れてさ何て言うんだろうコロコロ転がしてウィーンウィーンって動いてるとこにコインがいっぱいあるやつ何て言うんだろうあのゲームめちゃくちゃ面白くてハマりそうゲームセンターにあれ何時間でもできるな何て言うのあれコインを入れてコインがコロコロ転がってウィーンウィーンってなるところに そうするとジャラジャラって落ちてでそ,そうすると下の段にもコインがいっぱいあってまたウィーンウィーンって押し出されるのよコインがでこう押し出されて一番手前にこぼれたコインを獲得できるっていうのやつなんだけどスライダーっていうんだあれめちゃくちゃ面白くてで俺そのゲーム自体は子供の頃からあるの知ってたんだよで何がすごいかっていうとジャラジャラって落ちるとルーレットが回るのね でルーレットが回ってコインが増えるっていうのまあそんなに増えないんだよ落ちた分だからでそのルーレットが回ったらスロットが始まるの今度くる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 ってで核変と時短があって核変になるとそのまま落ちた枚数のなんか5倍とかがじゃん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 増えていくっていうでルーレットがもうずっと継続する要は時短引くまで継続するっていうのがあるんだけど カプセルも出てくるのねボールっていうカプセルもこう演出で落ちてくんのボールの図柄が揃うったボールが落ちてくんのでボールがえっとね7回落ちると,ジャ,、えーとね、ジャックポットタイムとかいろんなのを獲得できるルーレットスロットみたいなのが始まるのでそのジャックポットがウィーンって8台ぐらいでっかいマシンなんだけどジャックポットをやるとウィーンって回って4,000枚とか出るのよ めちゃくちゃゃく面白かったあのねな,なんでそこ行ったかずっとのりこと買い物回ってユニコロでパンツとか買っててでご飯食べたの回転寿司屋に行ってのんちゃんとご飯食べてそしたらのんちゃんが歌舞伎町で「和藤さんタバコ吸いたい」って言ったから「歌舞伎町タバコ吸えるところないからあじゃあゲームセンターでも入ろうか」って言ってで俺がジュース買ってまあなんかねただでタバコ吸ったら悪いから。 1,000円だけメダルジャラジャラってやって「のりこなんか適当にやろうぜ」っつって「飲んじゃーっつって「うん」っつってのりこと俺がずっとジャラ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 そのコインゲームにハマって <laughs> 面白いあれはスライダーっていうんだあれあれだよパチンコみたいに換金できるようになってずっと一日中やってるねあラスベガスのカジノとかあれできんのかな実際掛け事であれやったらもう俺多分狂ったようにやると思うよ なんかねあのー、ゲーム性が高いんですよだからあのー、なんだろうかけられないわけじゃんゲームセンターだからそれでも面白かったもんねあれ多分ね24時間のゲームセンターだったら俺多分ねなんかへらった時とかあそこに入り浸ると思うわまさか俺33歳になってゲームセンターにはまると思わなかったよエースワクワクするしすごいんだよマチルダ今ね タッチパネルでこう何図柄探しゲームとかワニワニパニックみたいな演出とかそのルーレットが回って図柄が揃うのでゲームが変わるのよだからなんか「超面白いじゃんこれ」とか思って「ノンさんまだやるよね」つって「うん和田さんまだやろう」つって「メダル買ってくる」つってで少なくなってきたら「和田さんジャックポットが溜まってるね」つって。 これやめらんんないねのんちゃんつって <laughs> じゃあまた1,000円入れてくるメダル買ってくるのやつ「うんマド、ま、さん」っつって <laughs> で3,000円ぐらいで1時間半ぐらい2人で1時間か1時間半ぐらいやってもう帰ろうっつって <laughs>、うん、でものんちゃんと俺がねあのなんかハマったんですよ <laughs> 2人でタバコ吸いながらね俳人のようにゲーセンであれだからおじいちゃんとか土曜日ね いいよね、いいよ、あれボケなくて済むからじゃあ今日はねもうそろそろ寝ます皆さんありがとうございました、えー、また明日放送すると思うんで見に来てくださいよろしくお願いします告知なんですけれども、えー、12月の1日に卵味噌と解放と、えー、山手津一周の企画をやりますえー、朝の、えー、朝の えー、10時に新宿駅を出てでリアト突したリスナーさんは解放,のリス解放にリア突しに来たんか卵味噌か俺かを選ぶんですよで選ばれた人は100ポイントでステッカー購入し,してもらったら1,000ポイントで花火が上がったら100ポイントで最終的に一番ポイントが多かった人が、えー、3人で行く最後のオフ会まあリスナーさんとも行くんだけど あの新宿駅集合でみんなでオフ会するんだけど配信者の分をおごるっていうえ罰ゲームやりますんで東京の方はね是非土曜日なんでねリアトツに来たりとか配信見に来てくださいそれじゃあお疲れ様でした3人枠3枠でやりますで最後の枠は卵味噌オフ会の時は卵味噌の枠でやりますでじゃあ皆さんお疲れ様でしたありがとうございました